レースの記録を次々と塗り替える天才ライダーフレディ。そんな彼を包むヘルメットもあなたの洗いと同じ規格で作られているのです。スーパーヒーローの息遣いが聞こえる。アライヘルメット、レーシングスペシャル。こんばんはといういきなり日本語で根本さん入ってきて我々がびっくりさせられてしまったんですけれどね。まあ、あの速さの秘密についてという質問が出てましたけれど、非常にこのスペンサーが困ってましたかね。そうですね、もう彼ぐらいのレベルになるともう本当世界のトップランカーですから。そうですね、まあ才能とその練習以外にないよと、もうこれっけないとそういう感じですね。まあ、ごくごく当たり前のことで、もうそれしか言えないという感じですね。で、日本のライダーについてもいろいろと質問がありましたけれども、はい、まあ、今回が初めてなので、まあ、なんとも言えないが、バイクを含んで装備に関してはもう文句なしというね、大変素晴らしいといった、そういう意味では大変レベルが高いだろうというような感じです ね、はい。まあ、スペンサー自身も実際にホンダに乗ってるわけですからね、はい。スペンサーを迎え撃つ日本ライダーたちは一体どう思っているか、その声をちょっと聞いていただきたいと思います。いよいよ明日がグランプリですけど、今コンディションはどうですか。僕自身もですね、あの車も上々です。はい、どうですか、まあ、前日こう走ってみて。昨日かな、スペンサーの走りを見たんですけど、やっぱり今までなかったような走りですね。どうでしょう、平さんとしてはね、どう戦っていきたいですか。そうですね、一発かましてやりたいですけどね、なんとかその交えるぐらいにね、頑張って走りたいと思います。平さんの、極秘の作戦ってあるんですか。別にないですね、もう全開で行くしかないですね。頑張ってください。ありがとうございます。木下さんのコンディションとマシンのコンディションをまず教えてください。マシンはね、ほぼセッティングが合っていましたね。まあ明日には最高の状態になると思いますけど。世界のトップライダーフレディ・スペンサーが来ましたけれど、さあどうでしょう。そうですね、まあいろいろ勉強を僕らもする面もあると思いますしね、いいんじゃないですか。これで日本のレース界もまたこう1ランク上がって、そういう意味で来て良かったじゃないですか。そうです。木下さんとしてはどう戦いたいですか。ね、どっちかというとね、最初逃げられてなんかね、なんとか捕まえてね、で長いレースで最後まで、まあ最後にゴールしたいなという感じですけどね。まあできたらね、まあ雨でも降ってほしいなという。ああそうですか。雨が降ればという。思ってますね。雨降ればうちがワンツースリーぐらいいけるんじゃないかなと思ってるけどね、ヤマハがね。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。水谷選手です。水谷さんご自身とそしてマシンのコンディションをまず教えてください。まあそこらそこらだねまだ体の方もちょっとついていけないところがあるので、まだ勘がちょっと戻ってないところが多いもんね。もう少し、ね、今回のグランプリはフレディ・スペンサー選手が来てますんでね、その辺を水谷さんたちがいかに迎え撃つかというところが非常に興味あるんですがまあやっぱりね、世界一だからね、早いね。僕らもなるだけそれで勉強するようにね、頑張ってちょこっとでもついていけたらなという気持ちはあるけどね。どういう選手だっていうふうに印象を持たれましたか。まあなんか坊やんみたいだなという感じだねなんか顔だけ見てると負けそうもないって気がするんじゃないですかそうだねぜひ一つ頑張ってください。はい、ありがとうございます。これが平忠彦、木下圭司といった選手がヤマハのマシンですね。はい、これも先ほど申し上げましたランキング2位に終わったですね、はい、ヤマハのケニー・ローバーツ選手が乗った車と同じマシンですね。そうですか。はい、大体まあこのクラスはですね、はい、馬力にして大体120馬力から130馬力ぐらいあります。重量もですね、110キロ程度という非常に軽量でハイパワーの車ですね。ですから条件のいいとこ行きますとですね、はい、ストレートで300キロ近いスピードが出るというもう猛烈な車でございますね。まあ、あとただ、他の、平選手ですか、はい、木下選手もう早くもヘルメットの中のその表情というのは険しいものになってますね。まあ、今こうやってまだ乗ってますが、完全に降りてそして押し掛け、グリッドスタートというんですが、押し掛けで
レースを始めるわけです、はい、一番前のに並んでいるというのは根本さんなかなか嫌なもんらしいですよね。そうですね、まあ、彼らにとって目の前に展開しているのは、全く何にもないコーナーがただ一つあるわけですから、そこへ向かってさてどうやっていこうか、どういう作戦でいこうかということをもう一遍胸の中でですね繰り返していると思いますよ。すでにスタートまで1分を切っています。非常に前の4人はこうやって見てますと落ち着いた表情ですがね。そうですね、特にこのフレディは、はい、隣が平忠彦、まあ、この一瞬のその緊張で静寂というんですか、これがまあロードレースのまたたまらない魅力というような言い方をされますけどもね。お客さんの方もなんかシーンとしてましたね。そうですね、はい、場内が静まり返ってきました。緊張の一瞬です。ほとんどの選手がもう自分のバイクから降りています。川崎博之選手がまだ乗っています。さあ間もなくスタートまで10秒になります。第20回日本グランプリ今スタートしました。フレディ・スペンサー素晴らしいスタートを切っていきました。早くも後続の選手を突き放して両コーナーの第1コーナーのカーブに向かっていきました。ゼッケン01番フレディ・スペンサー素晴らしいスタート。今第1コーナーからさらに第2コーナーとなっていきます。そして第3コーナーを回っていきました。そしてわずかな直線です。この後が S 字カーブになります。レディースペンサーは早くも S 字カーブにかかりました。左に倒れさらに右に倒れていきます。素晴らしいコーナリングを見せています。2番手に木下選手が入っていますね。そうでしたね、ゼッケン10番の木下が2番手に上がっています。アメリカのフレディースペンサー今年のワールドチャンピオンです。あ、もうすでに後ろ振り返ってますね。それにしても素晴らしいスタートでしたね。あ、木下選手が横を上げてますね。ダンロップブリッジを通過していきました。さあ木下が本当によく追っています。先頭は現在アメリカのフレディースペンサー、木下がこれを懸命に追っています。こう下ってカーブしますと今度はヘアピンカーブにかかっていきます。合計 20m の一番の勝負どころです。どうですかこのヘアピンの回り方は。木下選手みんなはじめとしてですね、フレディの走りを見てますから。あ、なるほどね、はい、まあ試合前にもこのフレディの走りは十分に見ておきたいとは言っておきましたね、はい、ここからスプーン入っておりますね。2つのコーナーがあります。複合コーナーのスプーンカーブ、ここを出ますと裏のストレートに入ります。フレディあたり、あっと転んじゃった木下選手。木下転びましたか、はい、コーナリングでミスがありました、ちょっとねこれついてくるアベレージが早かったそうですね、かなり頑張って追いかけていたんですがね。先頭はフレディスペンサー変わりません。しかし2番手を追っておりました弱点10番の木下圭司選手がスプーンのところで転倒してしまいました。変わって今度は平選手が追ってますね、はい、あ、木下選手大丈夫でしょうかね。スペンサーが今これが最終コーナーになります。インスタンド前をフレディスペンサーが今行きました。事故現場です。これ木下選手が倒れた時点です、スプーンのところですね、はい、かなり転倒して追いかけていたんですが木下がスプーンで早くも1周目で転倒してしまいました。2周目に入って現在先頭がゼッケン01番ポールポジションを取ったフレディ・スペンサー、そして現在2番手には平田忠彦が上がっています。3番手にはゼッケン30番の川崎博之、これをゼッケン11番の阿部隆雄、さらには51番の上田、その後ろにゼッケン1番の水谷と続いています。体をぐわっと左右に預けますフレディ・スペンサー。これが木下の転倒シーンですね根本さんね、フレディを追っかけてスプーンの2つ目ですね、はい、2つ目のコーナー入ったところで、インへやるところでおそらくこれフロン、あーそうですね、フロン、あーここですね、あ、車がもんどり打ってますね、画面の右端でした。さあ大きな怪我でなければいいんですけども、そうですね、はい、先ほどは倒れたままでよく分かりませんでした。スペンサーが早くもこれからヘアピンカーブにかかっていきます。非常にこう根元さん柔らかくね体がしなるようにねカーブを回ってきますよ、
あ、今前輪を上げました。ウィリーっていうんでしょあれは。はい、エンジンパワーが非常にありましてですね、はい、車が軽いですから、ちょっとアクセルを強く開けるとああいう風にグッと前が来ますね。また今前輪上がりました。もう余裕ですね。なんか余裕ですね。ゼッケン01番のアメリカのフェディ・スペンサー、今年のワールドチャンピオンです。スプーンも出て早くも裏のストレートに入ってきました。あ、後ろ確認してますね、はい、2番手以下はちょっと離されましたね。これは根本さん、そうですね、あ、もう彼一人になっちゃった、はい、わずかに今2番手の選手が見えてきました。130ヤードのターンにかかっています。先頭のフレディ・スペンサー、2番手さんの差、果たしてどのぐらいあるでしょうか。現在2番手は6番の平忠彦です。足をトライアングルに入っています。先頭のフレディ・スペンサー、最終コーナーに抜けてまいります。01番フレディ・スペンサー、入ります。最終コーナーからメインスタンド前に出ていきました。2番手、今最終コーナーから出てまいりました。6番の平忠彦、この後30番の川崎博之を追っています。川崎は現在3番手です。先頭がフレディ・スペンサー、2番手が6番の平、そして3番手はゼッケン30番の川崎博之、ベテラン選手が現在3番手につけています。フレディと2番手の6番の平との差が 4.8 秒ですね。根本さん、あ、もうそんなに開きましたか、はい、まだ残りは15周ありますからね。まあ、さっき の1周目というのはですね、はい、まあ、スペンサーの方も少し様子を見ながら走ってたんでしょうけども、まあ、それに木下選手がですね、はい、思いっきり食いついたということで、はい、このままいけばうまくすればね、そのフレディの走りに木下選手がですね、引っ張られる格好になるかなという期待はあったんです。ちょっとだけどオーバーペースだったようですね。現在2番手はゼッケン6番の平忠彦です。先頭はフレディ・スペンサー、そして3番手にはゼッケン30番の川崎博之、そしてその後ろから1番の水谷勝、その後ろから51番の上田幸也と現在続いています。先頭はご覧の01番フレディ・スペンサーです。ヘアピンにかかっていきますフレディ・スペンサーです。コーナリング、根本さんいかがですか。やっぱり無駄がないというか早いですね。そうですね、はい、やはりこれが世界のトップライダーたちのレベルなんですね。そうですね。フレディ・スペンサーが先ほど2分21秒3で1周を通過していきました。そうですね、まだ昨日の予選タイムほどは出してないでしょうけれども、まあ、これでもう少し、どっかで気分でも乗ればタイムを出すかもしれませんね。彼にとってはもうこのアベレージ出しても十分勝てるわけですけれども、はい、まあ、日本のファンに、世界のレベルの凄さというのを見せつけて、はい、まあ、鈴鹿のコースはこのぐらいで走れるんだぞというところを残して帰ってほしいですね、はい、昨日は実際にコースレコード2分19秒56を出しているわけですからね。そうですね、今早くも足をトライアングルです。まあ、ちょうど今のこの秋というシーズンはですね、1年の中でも一番コンディションがいいんですね、はい、エンジンのいわゆるその混合機ですか、経由する混合機、ガソリンと空気の混ぜたやつですけど、あれがですね、一番その充填効率が大変高いわけです、はい、まあ、大変そのカラッとしている天気候というのが非常にそのエンジンにはいいわけですね、はい、それと路面温度もですね、ちょうど暑からず寒からずというか、そのタイヤを溶かして走っていくそのスリックタイヤという特殊なタイヤですね。このスリックタイヤというのはいわゆる消しゴムのように減らしていくということですね。そうですね、はい、ですから、このタイヤのいわゆる性能を出すにもですね、はい、今時が一番いいということなんで、まあ、コースレコードのほとんどがこの鈴鹿ではいつも秋に出るということなんですね、はいはい、放送席、はい、放送席、はい、柳澤さん、どうぞ。こちらスペンシャー選手のピットです、はい、2周目のラップが2分21秒25、3周目がですね、2分21秒25、はい、2分21秒57です。どうぞ。あ、そうですか、ありがとうございます。最初が21秒27、その後が21秒57ですね、はい、大体同じアベレージ出してますね、はい、先頭はフレディ・スペンサー、これからまたフェアピンに入っていくところです。2位との差は現在 6.1 秒、根本さん、また開いていきましたね。そうですね、おそらくその2位を走っている平選手は昨日のアベレージと同じ22秒ぐらいで走っていると思うんですけども、はい、このぐらいで走っても大体1秒は楽々開いていくというわけですね。いやー、コースをいっぱい使いますね。またウィリーしてますね。
もう早くも余裕を見せているフレディ・スペンサーです。はい、このスプーンを出てフレディだとどうでしょう、 裏のストレートどのぐらいのスピードで根本さんいくんでしょうね。まあ、さっきのコースのところでお話したようにですね、大体まあ瞬間で240-250キロまで行くか行かないかというところだと思いますけどね。アクセルを開けるのがすごく速いんですね。もうあの音が聞こえてますけどもね、はい、あまりの激しいライディングにエンジン の加速する時の音が揺れてますね、はい、もうタイヤがもう地面を捉えきれないという。なるほどね、はい、試験が出まして最終コーナーに立っている先頭のフレディ・スペンサーです。メインスタンド前を今通過していきました。すごいスピードでいきました。この辺が最もスピードが乗っているところでしょう。そうですね、現在今2番手はゼッケン6番の平忠彦です。これを追ってゼッケン30番の川崎博之が3番手です。フレディとそして2番手の平の差がまた開きまして、根本さん 7.1 秒ですよ。だいたい毎週1秒ずつぐらい離れるでしょうね。これですと、はい、この平選手はまだ若手なんですけれどもね、はい、今後の日本のエースになるのではないかと言われているライダーです。そうですね、ご覧のようにですね、ライダーのそのフォームをご覧になると分かります。非常にねこう綺麗、はい、にそれも無駄なくですね、はい、繋いでいくんですね。体もまあ結構大きい方なんですけれども、はい、その体を生かしてこの 500cc のマシンを、実にスムーズに流していきます。これでフレディにもう少しこう差を詰めていってほしいというのがね我々なんですが、まあ、あの平選手もこれで目いっぱい走ってますからね、はい、番手の平忠彦です。26歳、今年は全日本の第2戦で優勝しています。現在2番手のゼッケン6番平忠彦ヘアピンにかかります。この辺では60キロぐらいにスピードを落ちています。後続の川崎選手、阿部選手ともに非常に速いアベレージで走ってますね。そうですね、はい、ほとんど平選手と変わらないのがラップタイムで走っているんですね。はい、フレディ・スペンサーは先ほど同じ2分21秒03で、通過しております。まあ、ペースはまだこの辺は上げてないんでしょうね。まだまだ、いけるという感じはするんですけれどもね、はい、もうレースの途中でかなり余裕を見せていました。今フレディ・スペンサーが通過していきます。スペンサーの後を懸命に追っているのはこのゼッケン6番の平忠彦、そして30番の川崎博之と続いています。フレディ・スペンサーが今カシオトライアングルを抜けました。そしてこれから最終コーナーにかかります。最終コーナーをクリアしてメインスタンド前に出ます。アウトいっぱいを通っていきました先頭のフレディ・スペンサーです。そして今ようやく2番手の平の姿が見えまして、今ようやく通過していきました。フレディはすでに第1コーナーから第2コーナーにかかっています。少しまた差が開いたような感じさえ根本さんしますがね。そうですね、フレディは現在 S 字カーブにかかっています。左そして右とこう流れるようにいきます。もう足を擦ってますものね。そうですね、彼は昨日聞いたらなんかあの足のパッドは一レース持つか持たないかと言ってましたけどね。あ、そうですか、はい、ダンロップブリッジをフレディ・スペンサーが通過しました。現在先頭が01番のフレディ・スペンサー、2番手にはゼッケン6番の平忠彦、そして3番手にはゼッケン30番の川崎博之、これをって11番の阿部隆夫が上がっています。そして水谷勝が第5位、その後ろから51番の上田幸也が追っています。阿部選手は現在根本さん4番手まで上がってきましたか。あ、立派ですね、はい、いわゆるフレディが今年カスタムのマシンをですね、はい、ずっと日本で、開発をしていたという側に回ってるわけなんですけれども、先頭は依然としてゼッケン01番のフレディ・スペンサーです。複合から S 字へのカーブの、それではこのフレディ・スペンサーのライディングを根本さん見ていただきましょうかね。もう足がやっぱり接地っていうんですか。そうです ね、もうインギリギリまで車を寝かしてますね。ここからの切り返しの時がですね、はい、体を使って
車を中へ中へ入れていきますね、はい、一見みんな同じような格好をしてるんですけれどもね、はい、そうですね、やはり一つのアクションからアクションへ、ただ速いだけですよね、はい、これ車がぐらぐら揺れてしまいますから、彼の場合はやはりその辺 の, その、まあ、車のバランスをですね、はい、ある程度、体の方がもう勝手に取ってるということですね、まあ、どちらかというと天才肌なんで、いわゆるどんな車でも適当に乗ってしまうというところがあるらしいんですけれどもね、まあ、そうはいえどもやはりよく見てみますとね、それなりの神経を使ってるし、非常にスムーズなライディングになってますね。動物的、まあ、天才イコール動物的というところがありますからね体がもう自然に動いてしまうんでしょう、はい、放送席、はい、放送席、はい、どうぞ、こちらピットです。今木下選手、はい、2時36分に医務室に入りましてですね、はい、治療を受けております。あ、そうですか。本人は大変元気でスーツを脱ぎましてですね、はい、左腰の辺を押さえて大変痛いと言っております。あ、そうですか。左腰がすりむけましてですね、はい、脇腹の辺少し血が出ておりますが、はい、両足動かしてみまして、私も今たんですが動いておりますので、はい、そう大した怪我ではない模様です。どうぞ。あ、そうですか。根本さん、大した傷ではないということで良かったですよね。現在先頭のフレディ・スペンサーと平の差が10秒近く開いてしまいました。あ、じわじわっといきますといつの間にか10秒なんですね。そうですね。フレディ・スペンサー現在第2位の平を10秒近く突き放しています。先頭がフレディ・スペンサー、2番手は現在、ゼッケン6番の平、そして30番の川崎博之3番手、これをって11番の阿部、1番の水谷、51番の上田と続いています。現在先頭は01番のフレディ・スペンサーです。83年のワールドチャンピオン、またウィリーですか。大変な余裕ですね、まあ、本来速く走ろうとするとああいうことはしないもんなんですけどね、はい、もうお客さんへのサービスも含めてやってると思います。彼はヨーロッパあたりでレースするときはとてもあんなことはできないと思いますがね、まあ、競り合った逆に仕方がなくなってしまうこともあると、はい、その程度で、まあ、ポッと上がることがあるんですけども、まあ、さっきああいうやり方見てますとね、もう完全に意識をしてウィリーしてるという格好ですね。そうですね、はい、裏のストレートにまたフレディ・スペンサーが入っていきます。ここで一気にスピードを上げていきます、まあ、先ほど根本さんからも話がありましたが250キロぐらいのスピードが出ます。でこれからまた登っていきます。そうですね、思いっきり減速して、はい、高速のまんまなるべくスピードを殺さないようにですね、はい、こう抜けていくわけですね。しかしこうやって見ますと体をもう本当にほとんど傾けてるわけですからね。そうですね、落としてるというような形になりますね、はい、彼は特に若い世代のライダーですから、こういう乗り方になってからレースを大きいレースに出てるというライダーですので、はい、特にそのやり方が激しい方ですね。なるほどね、はい、俗に言うハングオン、ハングオフと言いますけど、要するにぶる下がってるという乗り方ですね。あ、なるほど、はい、この第一コーナーの入り方、はい、これがものすごく早いんですよ。コーナーをですね、はい、これ複合コーナーですんでね、元来はいくつかのこうカーブという意識で走るんですけれども、はい、彼の場合見てますと全くそれを一つのあれで結んじゃってますね。後ろの平選手見てると、これはこれで一つのコーナー、これはこれで一つのコーナーという感じでね。あ、そうですね、回ってますね、はいはい、現在画面はゼッケン6番の平忠彦、まあやはり、彼も対照的な動きですがね、非常にスムーズなんですけど、やっぱりこの切り返しのところがですね、フレディ・スペンサーの方がやっぱり早いですね。やっぱり体を車からこう下ろしてですね、預けてそれから曲がるまでのちょっとこうタイムロスがありますね、はい、フレディですともうその体が落っこった時に車がすぐ曲がり始めているという感じで、やっぱりそれだけカーブへですから、その分コーナーへ突っ込めるわけです。放送席、放送席、放送席、はい、どうぞ、はい、こちらスペンサー選手のピットなんです。監督の小沼さんに伺います。小沼さん、いかがでしょうか。予定通りの作戦ですか。作戦も立てる暇もないですね。これでいけば、まあ、間違いなく1位が転がり込むと思いますが、彼も長旅で疲れておりますので、日本にいい見本を示して、ね、返したいと思います。現在だいたいタイミング的にはどのくらい行ってるんですか。はい、ラップとしてはどれくらいいってるんでしょうか。今だいたい21秒から22秒の間ですね。このタイムで17周いけば間違いないと思います。まあ、昨日コースレコード樹立しましたけれども、まあ、もう少し早く走れば走れたんではないかという話もありましたが、あ、それは本当です。大変レースの回数が多いために、
先ほどのレースでもってこうクラッシュしましたり、コースコンディションがあまり良くなかったので、ハードなトレーニングアタックをしなかったと、まあ、若干余裕はあると思いますね。はい、どうもありがとうございました。エフワ監督でした。放送席どうぞ。柳澤さん、どうもありがとうございました。なんかピットクルーからメカニックからみんな余裕を持ちすぎているという感じですかね。そうですね。まあでも一言、日本のライダーたちにいい手本になるようにという言葉ね、大変素晴らしい言葉ですね。はい、残り9周を残しましたところで、フレディ・スペンサーはすでに独走体制に入っています。放送席、放送席、はい、どうぞ。タイラー選手のピットです。ピットクルーに伺います。はい、現在2番手にタイラー選手つけておりますが、いかがどうご覧になりますか。まあまあです。さて、スペンサー選手なんですけれどもね、まあ、現在トップということで。早いですね、本当に。初めて見るんですけどね、実際走るの。木下選手、残念ながら転倒してしまいましたけれども、今、医務室行って、そんなに心配なさそうでした。そうですか。大体作戦としてはこのまんまずっとこのペースで行くということですか。そうですね。だんだんちょっとずつね、まあ、2番3番でね、こなえてきてもね。はい、どうもありがとうございました。平選手のピットからお伝えしました。平アナウンサー、どうもありがとうございました。先頭は01番のレディ、そしてこれが第2位ゼッケン6番の平彦です。今メインスタンド前を通過していきました。その後ろわずかに見えているのがゼッケン30番の川崎です。第2位、これが6番の平忠彦。第1コーナー、第2コーナー、そして第3コーナー、複合コーナーを回っていきました。これが3番手、ゼッケン30番の川崎博之です。その後ろ4番手が11番の阿部、その後ろ1番の水谷、そして35番の藤本が上がってきています。以下51番の上田、7番の島田、そして24番の選手が続いています。ゼッケン6番は現在2番手の平忠彦。ダンロップブリッジを現在平が続きました。その後からは川崎が3番手でこれを追っています。第2位、ゼッケン6番の平忠彦。その後ろはゼッケン30番の川崎博之です。ヘアピンカーブの手前にかかりました。このカーブを回ってヘアピンにかかります。現在2番手、ゼッケン6番の平忠彦、今ヘアピンを回っていきました。その後ろわずかに見えていたのがゼッケン30番の川崎博之です。3番手で今ヘアピンを回ってこれを追っていきました。この平選手、先ほど転倒しました木下選手もですね、はい、同じなんですけど、あと3位をつけている川崎選手、はい、このライダーたちはですね、ヤマハのワークスライダー、先ほどの阿部選手とフレディ・スペンサーの関係と同じようにですね、このライダーたちも、例の、チャンピオン争いをフレディ・スペンサーと展開したですね、はい、ケニー・ロバーツ、はい、彼の能力でも一生懸命開発するわけですね。あ、なるほどね、はい。ところで第1周で残念ながら転倒してしまいました木下選手、本人の談話が入りましたのでお伝えしておきますが、せっかくいいポジションをついていけたのにこのままいけばと思っていた矢先、大変残念だったというふうに木下選手本人は語っておりました。そうですね。
現在第3位はゼッケン30番の川崎博之です。さあ、このセンターが今、1周目に突入になります。残りがあと7周になりました。フレディ・スペンサーはメインスタンド前をすでに通過しております。これが現在第3位ゼッケン30番の川崎博之です。ヤマハに乗っている川崎博之、37歳の超ベテランであります。37歳というね、超ベテランですね。何かトラブルがありました。あ、転倒ですね。そうですね、はい、ちょっとここからは、ゼッケンが確認できません。まあ、ライダー大丈夫なのですから。そうですね、はい、まあ、大事に至らなくてよかったと思います、はい、レグナーカーブでのトラブルでした。30番の川崎博之、現在3番手でこれを追っています。トップからは16秒差の3番手です。ということはその前の平選手がやはり10秒以上離されてますね。そうですね、川崎選手は今年37歳の、まあ、超ベテランなんですね、はい、ずっとワークスライダー、ヤマハのワークスライダーを、ちょっと間に鈴木の、ワークスライダーもやりまして、またヤマハに戻ってきたんですけども、はい、いわゆる車を開発する方ではもう超ベテランのライダーということですね。現在トップのフレディ・スペンサーがヘアピンカーブを回っていきます。まあ、こう淡々としたこういう流れで行っているような感じも受けますが ね、 ねでも実際これスピード大変出てますしね。そう、はい、そうですね、まあ、こんだけ独走してしまうと。またウィリーを見せています。01番ポールポジションを取っておりましたフレディ・スペンサー先頭、2番手と平との差はおそらく10秒以上あるかもしれません。まあ、スペンサー選手はですね、はい、今年もホンダの小熊監督に聞いてもですね、はい、もうとにかくアクセルをバン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 開けちゃうんでね、もうタイヤがとっても持たないと。なるほど、ね、もう彼が使えるですね、はい、タイヤとかですね、サスペンションフレームを作るのはものすごく大変だと、はい、こんなこと言ってましたね。あ、そうですか、はい、もうとにかく行けるんだったらもうどんどん開けちゃうんだと、はい、あ、近いんで誰か。そうですね、はい、カシオトライアングルのところでイエローフラッグが振られています。何かトラブルがあったんでしょう。はっきりした情報はまだ入っておりません。視界が抜けてフレディ・スペンサーがまた最終コーナーに向かいます。最終コーナーをクリアしてメインスタンド前に向かいます。青のいっぱいを通って残りがあと6周になりました。先頭のフレディ・スペンサーです。ここはまた第1コーナー、第2コーナー、第3コーナーと続く複合コーナーです、ね。直線で6速で全開で走っていく、ちょうど吹き切るぐらいですけども、はい、そこから一気に5速、4速、3速、2速までしていきます。またここで3速入れてもう一遍2速落としましてね、はい、このコーナー減っていきますね。 S 字カーブですね、はい、もう切り返しがね非常に速いんですね、はい、と状態を、あ、もう滑ってますね、はい、もう滑ってるんですけど気にもしてませんね。もうぼちぼちあのアベレージ出してるとタイヤが持たないんじゃないかな。ああ、そうですか、まあ、普通はですから、路面の荒れてるところとかですね、その辺はどうしてもスロットルが全開になりにくいんですけれども、彼はおそらく構わず開けっぱなしだと思いますね。なるほど、はい、先頭のレディ・スペンサーです。1983年度のワールドチャンピオンです。まだ21歳という若さ。6番の平が2分24秒4、そして30番の川崎が2分24秒4。本当にこうやって見るとぶら下がってるようです。見えますね。そうですね。さあ、絶対の6番の平忠彦、これが2番手の選手です。ヘアピンを回っていきました。これが先頭のフレディ・スペンサーです。もうぼちぼちこれですと平選手からスペンサーが見えなくなりますね。そうでしょうね、はい、見えなくなってしまいますと、どうしても追いかけるときというのにですね、前のライダーが見えてると、なんとかこういわゆるその戦闘欲というんですかね、これが高まるんですけども、はい、見えなくなってしまいますと、いわゆる見えない敵を追わなきゃいけないんですから、そうですね、どうしてもやりにくいですね。フリースペンサーが見えてきました。 130R の手前です。 130R にぐーっと進んでいきました。アウトに上がっていってカシオトライアングル試験に入っていきます。イエローフラッグはもうなかったようですから、クリアになってますね。クリアになってますね、はい、試験です。まあ、本来はこの試験のコースはアウトのカーブをぐるっと回ってこの最終コーナーに荷物がかかってくる、コースだったんですね。ただ危険だということでですね、はい、ある程度その
高速コーナーでスピードを落とさせるという意味も含めて、あそこで一遍その試験員を作ってですね、どっちへ行くか迂回させるという方向ですね。はい、フレディ・スペンサーは残りがあと5周になっていますが、先ほどの周では2分23秒9ちょっとラップタイムがでもさ落ちてきたような感じですね。そうですね、先頭のフレディ・スペンサーです。 S 字を抜けて逆バンカー。さてフレディの後ろはどういった動きになっているでしょうか。サンドックブリッジを先頭のフレディ・スペンサーが通過していきました。これは先頭のフレディです。少しずつラップタイムがフレディ・スペンサーはそれでも落ちています。そしてフレディ・スペンサーがこれからヘアピンカーブにかかります。この辺は60キロぐらいのスピードです。ここから一気に加速します。あ、今ようやく2番手のゼッケン6番平忠彦の姿が見えました。平忠彦が2番手で通過、そしてその後ろからゼッケン30番の川崎博之が3番手でヘアピンカーブを回っていきます。川崎選手頑張ってますね。若手の平にだんだん逆にこう詰めていきますね。放送席、はい、スペンサー選手ですがね、はい、23秒台から24秒台にペースずっと落としておりますね。そうですね、はい、それからお隣が水谷選手のピットですので、はい、早速ピットクルーに伺っています。そうですね、さて現在の情勢いかがでしょうか。まあ本人も頑張ってくれてるんですけど、今一つまだ乗れてないような感じで、怪我の後のまだ本調子じゃないということで、まあ、なんとか完走してくれるベストを尽くしてくれることを祈ってます。現在ラップはどのくらいですか。今13ラップ目入ってくるんです。あ、タイムですか。タイムは25秒台に落ちて。あ、そうですか。まあまあ健闘して走ってるということですね。はい、ありがとうございました。水谷選手のピットでした。ライサーアナウンサーからのレポートが入りました。まあ、水谷選手は怪我のためにちょっとレースを遠ざかっていたんで、その体調が、ね、不十分なんでしょうね。まあ、そうですね、なかなかね、これ特にもうさっきから簡単にいわゆる200ね50キロなんて言ってますけどね、はい、やっぱりこれ感覚的に目がね慣れるまで大変なんですね。でしょうね。ですから、しょっちゅう走ってる時はいいんですけど、はい、水谷選手みたいに一遍その3ヶ月もね退いちゃうと、どうしても勘がなかなか戻ってこないですね。これは現在先頭のゼッケン01番ポールポジションを取ったフレディ・スペンサー、そして2番手は6番の平、3番手に30番の川崎宏之、4番手には11番の阿部隆夫、そして5番手には1番の水谷勝、5位までは2周目以降は全く根本さん順位が変わっていませんね。そうですね、5位まで全部ワークスライダーということですね。各メーカー3メーカーのワークスライダーが占めてますね。はい、なんかフレディの走り見てますと、だんだんタイヤが多分減ってきたんでしょうかね、はい、後ろが随分暴れるようになってきましたね。あ、なるほどね、まあ、タイヤの減り方がかなり激しいという、根本さんからのレース中に指摘もありました。今6番の平がヘアピンカーブに立っています。そして30番の川崎選手ですね。2位3位はそれほど差がありません。まあ、タイヤの方は根本さん心配ないですか。まあ、あれだけ空いてますからね要するにアベレージを落とせばいいんですけども、まあ、ただ若いということもあるんでしょうかね。フレディの場合はやっぱり目いっぱい走ってないと気が済まない方みたいなんでなるほどね、あれで今年もケニー・ロバーツとですね、はい、前半フレディがリードをして後半でケニーに抜き返されてしまうというようなことが実は何レースかありましてですね、ちょうど優勝回数も同じ6回ずつなんですね、はい、現在第2位のゼッケン6番平忠彦です。まあ、それは田原選手の場合でも実は同じ状況が実はどっかにあるんでですね、彼のタイヤの方ももうだいぶ減ってるんではないかと思いますよ。スタンドのファンもこうあっけに捉えるほどのスピードでびっくりしてるでしょうね。あ、周回遅れゼッケン23番の選手を今フレディが抜いていきますか。インに入って
周回遅れの選手をかわしていきました。ね、あれだけフルバンクしている時に後ろ振り返るんですからね大変な余裕ですね、はい、これぞトップライダーということになるんでしょう、まあ、あの本来ああいう競り合いの時にですね、ああいうそのなんていうんですか、その周遅れですか、はい、入ってきますとこれをあのかわすのが実は非常に難しいんですよ、はい、で世界グランプリのようなですね、はい、ハイアベレージのレースをこれだけ何回もこなしてますから、はい、そういった場合のその前を行くその周遅れライダーのかわし方っていうんですか、はい、それそのものもまあ見てても非常にうまいですね。今なんかのツッコミのところで、はい、ほとんどあのこう、前を行ってた周遅れライダーは気がつかなかったんですね、はい、彼が気がつかないうちにすっと中に入り込んでくるぐらいですからタイミングの掴み方が非常にうまいですね。なるほどね、はい、なんか忍び寄るという感じなんですね。そうですね、後ろからね、はい、先頭はアメリカの今年のワールドチャンピオンでありますゼッケン01番のフレディ・スペンサー。余裕を持ってヘアピンを回っている。ヘアピンを回る時もちらっとこう今横を見てましたが後ろを見てたんでしょうね。そうですね、まあ、もう全く見えないでしょうからフレディ選手からは。現在このコース上には17台、出走26台だったんですが17台ということですから9台の車が何かのトラブルでリタイアしているということになるわけですね。転倒がさっき一つばかり見えてましたですね。そうですね、はい、現在は17台が走っています。裏のストレートです。フレディ・スペンサーが裏のストレートから 130R にかかります。まあ、今ご覧のようにですね、はい、ストレートですからとにかくアクセルをかけて伏せてるわけですけども、後続からブレーキをかけるときに体を起こしましてね、はい、あの風圧でブレーキに利用するんですね。足をトライアングルを抜けていきます。そして最終コーナーになります。レディがメインスタンド前を今通過して残りがあと2周になりました。15周を終了して残りがあと2周になりました。先頭のフレディ・スペンサーです。現在2位は6番の平忠彦、2番手も全く変わっていません。スペンサーが S 字から逆バンク、今 S 字にかかっていきました。そして逆バンク、終始こう変わらぬ乗り方ですね。そうですね、ダンロップブリッジを先頭のフレディ・スペンサーが通過しましたが、先ほどの周では2分23秒3スタートした時より約1秒ぐらいペースはダウンしてますね。そうですね、まあ、先ほど根本さんがまあタイヤがかなりすり減ってるんだろうという指摘がありましたんでね、まあ、まあいずれにしろだけどそれほど彼もあのアベレージ、さっきの小熊監督の話もありましたけど、はい、これが限界というような走りではないと思いますね。そうですよね、はい、そんな極端ではないと思うんですけど、いわゆるその時々のコンディションによりますからね。そうですね、ヘアピンを回るゼッケン01番のフレディ・スペンサーです。そして2番手の平の姿が今ようやく見えてきましたが、いやこれは周回遅れの選手ですね、はい、これに平が滑ってますね。そうですね、今ゼッケン6番これが平です。その前にいた選手は周回遅れの選手、これが3番手ゼッケン30番の川崎博之です。15周を終了してあと残りが2周となっています。先頭は現在01番のレディ・スペンサー、今年のワールドチャンピオンです。しきりにフレディ・スペンサーはウィリーを根本さん見せておりましたんで、ね、彼はこれ得意なんですか、あの例えばあのゴールするときなんかは、ね、今年はですね、まあ、さっきもお話ししてましたけど、はい、トップの4人とも全部アメリカ人ということで、うん、もうこの4人がほとんど、ね、ウィリーが好きなんですね。あ、ですから、おそらく今日もですね、はい、ゴールの手前でウィリーをして、はい、入ってくると思います。あ、ちょっと滑りましたね。そうですね、ちょっと今横に滑っておりました。01番のフレディ・スペンサー、最終コーナーに決まりまして、メインスタンド前、メインスタンド前に出てきました。フレディ・スペンサーが通過、ファイナルラップ、残りあと1周になりました。残りあと1周です。先頭のフレディ・スペンサー2位以下を大きく突き放して今後コーナー、第1コーナー、第2コーナー、さらに第3コーナーのカーブを回っていきます。今年のワールドチャンピオン、ゼッケン01番ポールポジションを取っているフレディ・スペンサー、 S 字カーブにかかっています。
悠々と今スペンサーが先頭でコースを右に左にとカーブを切っていきます。先頭のフレディ・スペンサー、そしてここから一気に登っていきます。ダンロップブリッジを通過しました。東コースからこれから西コースの方に入っていきました。フレディ・スペンサーが下ってレグナーカーブに入っていきます。2位以下を大きく突き放しました。そしてフレディ・スペンサーがヘアピンカーブにこれから向かいます。このコースの最大の難所ヘアピンカーブもものともしません。先頭の01番フレディ・スペンサー、また加速をして上って下って下って上るという非常に難しいコース、スプーンカーブの手前です。スプーンにかかっていきます。フレディ・スペンサー、またまた根本さんウィリー見せてますね。もうサービスをしてますね。そうですね、まあ、ただ見てて偉いなと思うのはね、これだけ突き放してるのにまあアベレージ落ちてます。これはまあレースですから仕方ないんですけども、はい、 それでもいわゆるその自分の本来の走りをですね、はい、ちゃんと見せてますね。決していわゆる完全に手を緩めてしまうということはしてないようですから、はい、裏のストレートから 130R のポイントにかかりました。ここがやはりトップライダーというところをまた一つ見せてくれますからね、まあ、彼はその辺は非常に真面目ですからね、はい、さあいよいよゴールですね。いよいよカシオトライアングルです。カシオトライアングル試験に入りました。ゼッケン01番アメリカのレディ・スペンサー、今年のワールドチャンピオンです。最終コーナーにかかっていますレディ・スペンサー。さあ今スタンド前に出ました。スタンド前に入りました。先頭でゴールイン。フレディ・スペンサー優勝です。チェッカーが振られます。ゆっくりとスピードを落として今左手を上げましたフレディ・スペンサーです。今第2位のゼッケン6番平忠彦入りました。第20回日本グランプリ、フレディ・スペンサーが見事な優勝を見せてくれました。ゼッケン35番の選手藤本康明選手ですが、先ほど転倒を見せておりました。今視界のところで倒れておりましたが、また立ち上がってレースに入っています。6位を走っていました藤本選手です。それでは通過順位をここでお伝えしておきますと、優勝がゼッケン01番のフレディ・スペンサー、第2位にはゼッケン6番の平忠彦、そして第3位がゼッケン30番の川崎博之、そして第4位がゼッケン11番の阿部隆雄、第5位がゼッケン1番の水谷勝、5位までは全く変わっておりませんでした。以上が5位までの順位です。そして6位には51番の上田幸也、そしてその以下は24番の長谷川義久、ゼッケン25番の福島秀彦と入っています。まあ、なんか言葉がなかなか見つからないと言いますかね、ここまで根本さん。そうですね、あっさり語れますとね、圧倒的な差を見せつけましたね、はい、現在ウィニングランをしていますフレディ・スペンサーです。観客にね応えて、はい、チャンピオンらしいなんか風格ですね、この辺は。そうですね、5連勝を狙いまして、この日本グランプリも制しようとカシオトライアングルを上げまして、最終コーナーのところに迫りまして、今メインスタンドから大きな拍手が起こっています。